ラジオネーム気持ち改め焼き餅、はい、元 AKB 笠井智美の野郎がストレート笠井智美の野郎が千葉幕張メッセで開催中東京オートサロン2014内のグッドイヤーブースに登場し、自動車運転免許についてこんなことを言ってやがりました。私持ってないんです。メンバーでは何人か持ってるんですけど、私は運転向いてなさそうな気がして取ってないんですよ。それに持ってたら家族に言われて私も運転しないといけなくなるかもしれないし、私はまだ寝ていたいからまだもうちょっといいかなって、運転免許を持っている彼をゲットします。うるせえし長えし、お前ほんとわがままだなそんなことじゃ一生結婚できねえし、どうせ彼氏できてもやって終わるだけだろうニートの俺が言えることじゃねえけど、まずは生活リズム整えて仕事サボらないでしっかり働け応援してっからよなんだこれ、おいストレートだ随分読んでてさ、これ何気やな、ね、こいつ頭悪いね、これ書いてきたやつが頭悪いんじゃねえかなと思ってたけど、そういうことだな、本当にもう長えわ、本当カジノの途中で分かりましたよ、イライラしてんの、どういうことだこれ、本当に私持ってないんです。メンバーでは何人か持ってるんですけど、私は運転向いてなさそうな気がして取ってないんですよ。それに持ってたら家族に言われて私も運転しないといけなくなるかもしれないし、私はまだ寝ていたいからまだもうちょっといいかなって、運転免許を持っている彼をゲットします。長いですねどういうことかね、これ何のつもりでやってんのこれ、なんですかね。か否定するとあれじゃないですかね。またこのこのインタビューが許される職業って何の人？何の人？ハリウッドのスーパースターでもちょっとみんなイライラするね。なんだろうと思いますよね。そうですね。ビッグスターでしょ。超怖えヤクザぐらいじゃない？これ笑って聞けんの。途中でね、何も言えないですもんね。あげとこう。